フルチラジオ。はい。よいしょ。こう、やっぱ響きが。響きが、お気づきですか、皆さん。違うでしょ。何も。違うでしょ、この音。すごいよな。やっぱ、こう、テンパってるってのがよくわかるよな。この収録の前にさ、うん、絶対これだけは嫌っていうね。鏡を見て喋るのは嫌って言って。はいはい、はい。まさにやってしまってる。ほんまに。思いっきりおるね。これは何なんやろね。これ、シャメだけどこれ取っとこう。ここに差し込むわ。あ、確かに。このタイミングでしたっけ、こういうふうに。こうですよ。あ、なるほど。綺麗やね。綺麗やねじゃないよ。鏡やつ綺麗。こうですよ。そう、目の前にね、大きな鏡がありますから。なんですか、スタジオで。ちょっと僕が個人的に友達とスタジオに入る予定だったんですけども、その予定がなくなりまして、急遽シンさんを呼んだところ、行けるということだったので。行ってみたらね、もう、バンド、バンドも、横にね、ライブハウスもありますから、ここ。バンバン、重低音の音楽が流れ、ドア開けたら。めっちゃ知らん人の顔してんの。そう、もうだからどこに座っていいかも今分かってなくて。ど真ん中ですよ。ど真ん中に。バックにはね、ドラムドラムセットも。ドラムセットもこれも、すっときますから、ちゃんと。もしね、あなた写真とか見ていただけたら分かるんですけど。そうです、そうです。この高圧的な、何が高圧的やねん。ドーンとこう、僕が気使っちゃってね、ドラムはもう一向に寄ることもなく。座りますかって言って、ちょっとなんか、物落ちしてましたもんね。なんか、もう、もじもじしちゃってね。ちっちゃくなって。で、まあ今日の、テーマで、さっきちょっと喋ってたんですけど、今日も弱者にお届けする、我らがフューチャーラジオだったんですけども、まあちょっと、議論系の、ね、最近ちょっとネットだったりテレビで話題になってた、うん、会社とかで、うんうんうん、欠席の連絡、風邪をひきましたとか、はいはい、欠席連絡を LINE でするのはありかなしか、なるほど、ことに対して、これ今日は話していこうかなと。確かに、こう、まあいいテーマというか、この時代がね、令和になって、そうね、変わっていく中で、うん、意外とこの欠勤の連絡っていうのはね、確かに。うん。まあ通常であれば、電話か。電話して、まあ電話、うん、で、まあ、自分とこの、まあ、担当の上長の人にこう、電話して、お休みしますみたいな感じかな。うんうん、それがもう一番、まあ、王道というか。うんうん、でその中で、まあ、LINE が入ってきているということですよね、要は。そうね。どうですか、まあ、でも電話でしょ、今。まあ、僕は電話で、っていうのは、うん、上司の LINE を知らないから。あ、まあ、そこになってくるね、うん、結局は。そうそう。まあ、LINE する相手はもちろん上司でしょ、うん、これ。そうですよね、これ。友達に LINE して言っといてはさすがにないと思うんで、うんうん、やったことあります、ちなみに LINE で欠席連絡って。でもね、なんか僕は、あれですわ、単発のね、うん、お仕事、まあ、アルバイトみたいなやつだと、はい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 、そもそもが LINE でやり取りっていうのは、たまにあるんですよ。あ、もう連絡手段として最初から LINE が採用されてる。そうです、そうです。だからそれまでのやり取りも、まあ何だったら仕事終わりのやり取りも、その場合は休むとか、ちょっとまあ電車遅れてた時あったんですけど、まあね、LINE で遅れますっていうのはしたことありますね、やっぱり。そうか、うん、まあそれはだって向こうが公式に言ってるやつやから別にもうええんちゃうかなってね。ただ思ったのはスムーズだなと思います、すげえ。ああまあね、既読もつくし。そうそうそう、これ今喋ってて思ったけど2015年のテーマじゃないこれ。そうね、最近になって、まあ、テレビ出すもんね。でもね、そうそう、最近、そうそう、何割やったかな、なんかありが半分もなかったね。でもね、あ、今の時代でも半分もないんや。うん、質問の仕方がまあいいと思いますかみたいな感じだったから。ああ、悪い前提なんや。いいとは言えないですから。あ、確かにね、悪くはないけどみたいな。でも自分が上司やった時に、どうですか、 LINE できたら。あ、もらう立場として。うん、もう世代全然大丈夫やな。そうですよね。うん、それでなんか、おいこいつ逃げんなよみたいな。そんなんないじゃないですか。まあ、なんやろな、その、声で伝えるか文字で伝えるかの違いだと思うんですよ。うん、結局これって LINE だからとかじゃなくて、うん、LINE イコールメールでも一緒やし、はいはい、なんかなんやろな、なんか僕は逆に電話を、自分が体調悪くなった時に、うん、休みの連絡を入れる時に懸念するのは、はいはい、電話やったら声で言うじゃないですか。はいはい、で、なんか LINE とかメールとかって文字で行くから、うん、もうそれだけで若干嘘やと思われんちゃうかなっていう、逆に、そういうなんかこう
変なとこでこうアリバイ証明みたいな感じで電話をすることはあるかな。そういう理由があるかもしれない。そっちの方が重い感じは確かにする、うんうん、まあ、例えば喉が枯れて声が変だったらもう電話で伝わるし、うんうん、もう LINE ってもういくらでも言うたら偽れるじゃないですか、うん、でたまにいるんですけどはい、はい、あのなんか今日めっちゃしんどいです熱ですっていう文章に対して、うん、はい、ちゃんと点点点いっぱいつけてくるやつとかいません？おるな。なんか お前それ逆に余裕あるやろって思うんですよ。あ、逆にむずいな。そう、もうほんまにしんどい時ってそれ打つ元気もないはずやから、うん、演出してるから。そう、演出してるやつたまに言うでしょ、うん、なんかしんどいです点点点、その点があの句読点の丸の方でしてた、はいはいはい、松本人志バージョンの点点点やる、めっちゃ腹立つんですけどそう3点2打じゃなくて、そうだからなんかなんやろな、伝え方がむずいっていうのは確かに余計に、だからそれを考えないんだったらもうめんどくさい電話にしようみたいな。本来一番しんどい時に一番送りたい LINE って、うん、もうしんどいっていうスタンプ1個で済ませたいぐらいじゃないですか、はいはい、でもスタンプじゃ多分絶対ダメじゃないですか、はいはい、その世相もあれ、うん、ってなってくるとなんかね、なんかこう送るテンションと送る文面のなんか反比例が起きるような気がする、はいはい、メッセージって。そうか、うん、しんどいことを表すのに労力使わなあかんから結局電話の方が楽なんじゃないの。はいはいはい、無機質なんだけど、うん、それが軽く見られたりするから、そうそうそう、演出をしちゃうから、そう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 、それがし結局面倒くさいというか。そうなんですね。なるほどな、そう言われたかなと思うな。なんかやっぱり軽くなるっていうのを懸念されてるんだろうなっていうのがあって、まあまあね、だからそもそもその LINE だったら、うん、気軽に言ってんじゃないか、さっき言ってたみたいに、うん、簡単に、要は簡単に休むのを防ぐために電話の方がいいって言ってんちゃうかなって僕はちょっと思うんですよ。あー、なるほどね。だ、要は言いづらいじゃないですか、なかなか電話で、うん、ハードルが上がるよ、連絡のね。そうなんですよ、うん、で僕はそれがね、良くないと思ってて、その休みたいんだったら休んだ方がいいから、もうすぐ休める方がいいわけやから。弱者目線ですね。弱者目線で、そもそもね、それをLINE だったら嘘で休んでるんじゃないかっていうのは、もうスタート時点で疑ってるわけじゃないですか。ああ、そっかそっか。だから、こいつしんどいわけじゃない。不正をするんじゃないか、ありきでやってるから、うん、もうそれをやめようっていうことです。やめようと。そう、そこまでです。だから、嘘ついて休まれるぐらいだったら、そこまでの先輩だし、そこまでの会社やし。ああ、なるほどね。そうそう。割と個人に委ねてる感じなのかな。もう、うん、そこはもう自己判断で。そうそうそう。だからもう。そんなんで嘘ついて休む社会人そんなにいないし、まあね、うん、なかなかいない。いたらもうそこまでじゃないですか。まあね、まあまあ別のとこで問題出てくる。そうそう、ああ確かにな、絶対いいけどな、ラインは。あのね、まあこの話って実はこれあの初見じゃなくて、一回ショールームでシンさんがチラッとだけ話してた話でもあるじゃないですか、うん、で僕その時に確か言ったのが、あのなんか禁止、はいはい、LINE とかで連絡するのは禁止でもいいけども、じゃあ LINE 聞いてくんなよって話だと思うんですよ。僕それはだいぶ共感しましたね。これが多分一番思ってることで、その、うん、ってことは LINE はもうそのなんていうの、社会人の連絡手段としては、うん、もうなしなんだ。なしや。わかりました。なしなんだ、うん。じゃあ例えば社用の携帯の電話であったりだとか、うん、そのメッセージ、ショートメッセージとか、うん、もうそんなんで対応しますと。うん、じゃあもう LINE はプライベートツールっていうことであれば、はいはい、もう絶対に聞かんといてくれよっていう。なるほどね。それはわかる。LINE で上司とつながってるんやったらもう LINE で連絡するべきや、うんうん、これすごい筋通ってんねんけど伝わってるかな。伝わってないと思うこれ。これ一回終わってから考えてみてください。これすごい楽しいよ。あれこの枠で終わらへん。一回考えてもらって、ほんまそうやもんね。だから仕事で使えへんのやったら聞かないでくれっていう話やから。そう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 、聞いた限りは業務で使 う, もうツールやっていう認識やから、でそれをあの連絡のツールに使ったらあかんっていうのはおかしいからね。うん、そうね、うん、だから休みたい時はね、もうみんなやっぱり LINE 出てきたらもう極端ないボタンでええと思ってますもん。ああ、そうそう、逆に今考えてね、そう、あの LINE とか、じゃあ他になんか方法ないかなって、うん、もっと楽なボタン、ボタンもうそれでいいやんっていう。だって理由いる？そもそももう言っちゃえば休む理由。ああそうか、うん、あ、俺はほんまタイムカードみたいなのをアプリとかで入れてやな、はいはい、もう家で操作できるようにすればいいんじゃない。あ、なるほど。もう、もう出勤時間とか今もうあんまないじゃないですか。もう会社って、まあ、ある会社もいっぱいあるけど多分いらんもんね、出勤時間なんて、うん、そう、からもうね、個人でその働き方がね、うん、いろんななってるんやったら、ほんまにそれこそボタン、アプリでボタン作ってやな、休むみたいな、うん、
でも理由が何か出てくるわけですよ、うん、で、まあ、風だったりとか、うん、っていうのをバンと押して、うん、それで申請できるんだけどしとけばいいわけでしょ、うん、でも周りを見てるともうその休むことがすっげえでかいことなんで社会人にとっては、まあ、確かにな、うん、日本人ってもう一大事休むでも結構どうやろうな、まあ、外国の人みんながみんなじゃないけど意外とこもう今日ちょっと休むよみたいな気分乗らんからぐらいのね、うんうん、意外とそれが人間らしいんちゃうかな、まあね、思うんちゃうな確かにね、うん、すごいあのニュースを見たときに僕からしたらあまだこのレベルかと思ってまだどこから喋ってまだこのどこからピープルたちはこれ頭悪いな人々って意味やのに立ちつけたらダメだよ人々たち言ってますよピープルズたちはいやもうズームまでつけてもてるもんまだやってんのかっていうね思いましたけど早く僕らの世代がもうちょっと上に行ったらいろいろ変わるのかなと思うんだけどな、ちょっとね僕にとってはちょっともう1日一度ぐらいあの日から考えてたぐらい寝ても覚めても覚めても分かんのか上の世代の考え方やのそう分かんのか分かんのかとはいえね、いざ明日で休む時 LINE で送るかって言ったらまだ要請が来てね電話ですよ、電話ですよ、あ、8時半、よし電話やなみたいな電話や、そう、それがね、それ最後1個いいですかいいよ前日明日絶対休むってくれば悪い時あるじゃないですかあるよでも、やっぱり定時までに連絡せなあかんってなった時に起きながらこれも非効率やんな、ほんまにわかるよそう、これでね、まだ10分前とかに起きたらまだいいけど変に緊張して40分前とか目覚めるんですよあーなるほどね誰もまだいてへんし今寝たらまた寝過ごすかもしれない、うんうん、無駄劇なのねそう30分もんもんとこうまだかなその時間マジで邪魔やな邪魔休みたいねん今日はどうでしたなんか大丈夫かな、うん、こう確実にスタジオというこの本庄市でない感じが飲み込まれてる感じありありとそうね何のボケもせずただただせずあのありがとうあのね高速じゃない、うん、あの一定やけど飛ばせる道あるじゃないですかバイパスバイパスさせてる気持ちが飛ばすでもない第二京阪の下です下ぐらい飛ばすもできへんし別にのんびりも走られへんしっていうこの後ろ苦しいそう安定はしてみるふわふわっとしてるそんな気分でしたねどうでしたか皆さんありがとうございました、はい、プラグラフューチラジオでございましたありがとうございましたありがとうございました